モーターズ。おはようございます、モーターズの石崎です。本日はですね、こちら群馬サイクルスポーツセンターにやってまいりました。いわゆる群祭というやつですね。今日はなんと、こちらの峠コースを使って、女性限定の壮行会があるとのことで、早速取材に行ってみたいと思います。車は86ですね。これトレードなんですか？顔だけレビューです。あ、また珍しいですね。あんまり飾りすぎずに渋い車になるように、と言ってもほぼ修理しかしてないんですけど車内とか見てもいいですか？このカバーあるだけでもすごい雰囲気変わると思うんですけど、だいぶバブリーな感じで。そうですよね。今後なんかどんなカスタムしていくとかってあるんですか？今年から新入社員で会社に入ったんですけど、そうなんですね、通勤に使おうと思って多分車検通ってますっていうだけだと会社で怒られるんで、何も言われない仕様にこれからしようかなと思っております。怒られちゃうんですか？怒られますね。オンボロっぽい感じがするんですけど、実はエンジンのせ替えてあって、AE92 の後期のエンジンで HKS のハイカムが入っている、実はちょっと速い仕様。自分なりのポリシーを決めてて、基本的に純正で行こう。なるほど、素晴らしい。渋い車を目指してます。車チョイスも渋いですけど、作り方も渋いですね。おっさんって言われません？言われないです言われたことないです。失礼しました車は S15 ですね、の、ターボですね。足回りはもう結構ガチガチにやってもらってます。足は何が入ってるんですか？もうナックルからもう全部。車庫帳は何が入ってるんですか？車庫帳はもう全然クサクサのが入ってる。クサクサの。はい、じゃあ車内お邪魔します。はい、まず目を引くのがシフトノブカバーだったりのピンクがそうです。全部これ100均で作りました。DIY で。エンジンルームなんですけど、駅前に変わってますね。ブーストアップみたいな。そうですね、こんな仕様ですね。馬力は380、90くらいですね。お、今後の、車のカスタム予定とかがあれば教えてほしいです。壊れちゃったところがあるので、そこを直すのと、フリオンとかそういうオム系を重点的にやっていきたいなと思ってます。この車は1台目じゃないんですよね？3台目です。3台目、1台目は何ですか？1台目はシデイティ乗ってました。で、2台目が180乗ってました。それが先日、日光で燃えちゃいましたそんな嬉しそうに普段はお仕事は、タイヤ屋さんと、ペンキ屋さんでバイトしてます。車の塗装はできるんですか？塗装これから頑張りますじゃあそのうちこの青いシルビアがピンク色になっちゃう日が来るんですね。ピンク色になったら教えてください。わかりました。取材に行きますので。S14 ですね。そうですね。これは車は後期でターボですか？そうです。マフラー変えて、あと後ろのハートのテールがちょっと渋く使用しちゃって。なるほどです。可愛いっすねこれ。ありがとうございます。キャリパーは塗ってあるんですか？塗ってありますね。赤キャリですね。しっかりハートつけてる。本当だハートがついてます。お邪魔します。あら、可愛らしい。メーターがハワイアンな感じですねそうなんですよ、知り合いがデザインしてる。あ、そうなんですか。パネル類が変わってて、スピンターンノブとシフトレバーも変わってますと。そうですね。クッションで。女の子仕様ですか？そうですねこの車は普通に購入したんですか？いや、お母さんからもらったやつで。お母さんのお下がり。そうですね、ケチな感じで。もう DNA が。そうですね。お父さんは普通に車好きで。普通の車でおカーさんが走る人。わあ、最高じゃないですか。なんとか D みたいな。そうですね。こちらはいかがされました？縁石の方に。縁石の方に。はい。なるほど、運命の出会いを。そうですね。そういうことですね。もう別れたんですけど。SR のどんなとこ好きですか？やっぱ目と絵にですね、独特なかっこいい音がするんです。ドロ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 みたいな。わかります。車両は S13 ですね。はい、ドリフト仕様ですよね。そうですね。なるほどです。鉄板のセンターなんですけど、はい、実は4センチワイドになってます。あ、廃盤になってものすごく値上がりしてるガナドールの、はい。プレミアもんですよね。そうですね。これお金なくなったらお金になるかな。リングはこれは J コーポレーションさんということで、これが結構おすすめポイントなんですけど、ここにピンストライプを名前と入れてもらって、素敵。アメ車とかのボディにピンスト書いてるボタンの名前をして、はい、オリジナルで。ここになんか女の勲章みたいなものがあるんで、はい、これは何かと運命の出会いをされたっていう。そうですね、タイヤと3度ほど出会いました。3度ほど、はい、ですぐ別れたと。そうですね、はい、トランクピカピカなのも塗ってあるんですね。はい、そうです、これ全部アンダーコート自分で剥がしたんです。ああ、そうなんですか、はい、うわーすごい。死んだまみれになりながら。好きな車は何でしょうか？はい、13のどんなところ好きですか？そうですね、なんか配ってるところもありそうなところですか、はい、ちょっとクラシカルなデザインっていうところですか？はい、下の人は、まあ、多分大事に持ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、私は車と一緒に走って楽しみたいタイプですので、まあ、そういう人がいたらちょっと一緒に走りましょう。ありがとうございます。はい、2010年、11年、12年、D1 レディースリーグのシリーズチャンピオンを取った、菅井澄香と申します。これは日産の180という車で、はい、もう今は、生産されていなくて、最後はもう平成11年ぐらいに生産された、スポーツカーです。で、私の車はドリフト仕様になっているので、今大体の400弱ぐらい、400馬力ぐらい、出てまして、で中は、まあ、ピストンと、ヘッドガスケットあたりで、まあ本当に基本を抑えた、作りになってます。足はこれは DMAX のドリフトに特化した、車庫調となってます。足回りも DMAX のアーム類がついてまして、速く走るドリフトをしながら、車を前に進めるっていう点を重視して車作りしています。180の魅力を教えてください。180はですね、何よりも乗った時の車内の明るさ、これはもう本当にはい、やっぱハッチなので後ろからこう高光と日光が入ってきて、私も一時シルビアに乗り換えようかとしたことが分かってあったんですけど、シルビアに乗った時にやっぱり暗くてですね、あ、180ってすごい明るいなって思ったのがすごく印象に残ってます。でもちろん言わずに特選美でしょうかね。女性と一緒で、はい、今の車にはないこの特選美が私はすごく好きで、自分で運転してても前がガラスのとことかがあると自分の車が映って、うん、かっこいいって今でも思います。180最高だよ。